フィリピンからやってきたばかりの状態の,あのシンガーさんでで今ではねあのもう立派なねいたんだと思ってでなんか髪の毛がね物語ってたんですよねなんかねそのねボーカルの方のね髪の毛がね私と同じぐらい腰まであってね男なのにね髪が長くてねでねまたね私は頭今くしゃくしゃなんですけど 彼はす、ね、すごい、ね、ツヤってるんですよツヤツヤのサラサラもう普通のそこへらへんの女の人よりもねもうなんかシャンプーの CM 出れるんじゃないのみたいなそのね長い論議をね書き上げながら歌ってるんですねかっこいいなと思ってで私あのねあのバンドの休憩時間にあのその彼がね喋りに来たんですね。やっった来た来た来来と思って あのクイーンのバンドのボーカルさんが来てくださってであのまず初めに言ったんですね「あなたのそのロン毛は綺麗ですね」って「いや実はねこれねコンディショナーしかしてないんですよ」ってこう「ロン毛を保つのほんと大変」って言うから「男性なのにねロングヘアがねとっても似合ってるわよ」ってで「シャンプー使ってない」って「頭痒くない?」って聞いたらいや意外とねその方がね健康に。 髪が、ね、伸びるんですよってあらまあって私そのねシャンプーね使わないでコンディショナーだけで頑張るうんー私ちょっと怖いなやっぱりシャンプーガスガスやりたいなうんでもねその人のねなんか私絶対ストレートパーマーとか当ててるんじゃないかなとか思うぐらい綺麗だったのよね うん、そう同じねロン毛同士ね会話をしましたうんかっこよかったですよでね連れて行ってくれたねその電気屋さんのね照明照明屋さんね照明屋さんのねおじさんにねほんと楽しい時間ねあの作ってもらって私は本当に良かったと思いますねでそしてね私はね次ねあのねラッキーなことに オリオンビールさんとねあのサーバーをね契約してるじゃないですかそしたらねオリオンビールさんから冷蔵庫なんかタダでねプレゼントしてくれますよってうんでやったーとか思ったんですけど私は巨大なね小,小冷蔵庫が欲しいってそんなのは無理ですって言われて小さめの小冷蔵庫わかりましたじゃあそれをくださいってでも私のお店にはね 業務用のねグレーのねでっかい冷蔵庫があってなんかね私料理作るわけじゃないからこの巨大なグレーの冷蔵庫バーにそびえ立た,立たれててもちょっと嫌なんだけどなーとか思ってたらなんかねオリオンさんから連絡来て「あのね大きめの冷蔵庫しか今実はあのあ予定してたら冷蔵庫がちょっと不具合があって大きめの冷蔵庫になるんですけれどもいいですか?」って言われて。 何て言うんてだこれはすごいいいタイミングじゃないかってはいじゃあもうグレーの冷蔵庫も抜のけてくださいって大家さんに言ったんですねやったーと思ってこの巨大なグレーの冷蔵庫はなくなってオリオンさんから小冷蔵庫がねまあ程よいね大きさの小冷蔵庫が高いわよこれ買うとしたら買えないと思っててそれがねあのね無料で続けてもらえるっていうことでね やったーってなんかねあ新しい冷蔵庫欲しいないい冷蔵庫が欲しいなこういうのが欲しいんだよねとか思ってたら本当にそうなりましたこれ願いは叶ったのかなうん恋するかっちゃんさんさっきまなちゃんもんちさんこんばんはかな今日はねまなちゃんはお休みでもんちチさんですさっきともんちちね よろしくって、はい、<laughs> うんそそしてね今日はねまたね <laughs> いろんな人に会っているコカ・コーラさんとも出会いましたねなぜかというと私がねあのお願いしているバーテンダーの男の子がまあなんかあのアメリカ人の方ってねなんかジャックコークとかラムコークとかなんとかコークとかなんかもうそんなコーラばっかり。 だったらコーラのペットボトルで入ってこう入れるんじゃなくて時間短縮も考えてあのガンマシーンっていうのかなあのあのボタンを押したらジョッとこうコーラが出るやつあれが欲しいって言われてじゃあ会ってみましょうって見積もりも出してもらいましょうって見たんですけどねこれはねちょっとねだめだと思いました何がダメだったかというと まあオクスペースとそのリオのサーバーと置いてその隣にねそのガンマシーンっていうコーラでコーラだけじゃなくてなんかファンタとかなんか他なんかお茶とか全部出なきゃいけないそしてそれがえっと1ヶ月に二本結構なあの60杯とか1日出さないとちょっと間に合わない。 私の場合は週末オープンなのでこれはノルマをこなせないわねと思ってもう残念ながらねバーテンダーの男の子に言いました「もうねあなたが望んでいるかっこいいガンマシンは使えない」ってあのペットボトルでね頑張ってって言いましたねはい今日もねいろんなことね1週間ねさっきまでなんですけどねいろいろ動いてましたようん。 何かをするということは本当にまあ,あの誰かに言われました「海の苦しみですね」って、うん「何かを始める私子供を産んだことないけど違うことを産もうとしてるんだ」と思って「うわ海の苦しみってこういうことなんですね」と思って「うん、そっか」って納得しました、うん、えー、とね今日はね何の話をしようかなってね 魔法の食べんかねこうねなんかドタバタしてるとね食べることもなんかもうおざなりになってパパってねあこれじゃいけないってふと思ったんですねでこれをねちょっとねお伝えしたいと思います、えー、この番組ではメッセージを募集していますメールアドレスは7 6 1 f m k o s a j p です ファックスは098-934-8653です。また、FM 講座ではツイキャスト Ustream で映像と音声を配信しています。FM 講座のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。それではね、ここでね、一曲いきたいと思います。いつものようにね。うん。あら、ようこさんからもメッセージきましたね。さきさん、こんばんは。 はいいありがとうございます、えーとね、ここからちょっと今からね曲をね流したいと思いますもう誰もが知っているもうねキングねマイケル・ジャクソンリメンバー・ザ・タイムフィリピンからやってきたばかりの状態の,あのシンガーさんでで今ではねあのもう立派なねいたんだと思ってでなんか そのねボーカルの方のね髪の毛がね私と同じぐらい腰まであってね男なのにね髪が長くてねでねまたね私頭今くしゃくしゃなんですけど彼はねすごいねツヤ,ってるんですよツヤツヤのサラサラもう普通のそこらへんの女の人よりもねもうなんかシャンプーの CM 出れるんじゃないのみたいな。 その、ね、長いロンをね書き上げながら歌ってるんですねかっこいいなと思ってで私あのねあのバンドの休憩時間にあのその彼がね喋りに来たんですねやった来た来たと思ってあのクイーンのバンドのボーカルさんが来てくださってであのまず初めに言ったんですねあなたのそのロンは綺麗ですねっていや実はねこれね コンディショナーしかしてないんですよって。こう、ロングヘアを保つのほんと大変って言うから、男性なのにね、ロングヘアがね、とっても似合ってるわよって。で、シャンプー使ってないって、頭かゆくないって聞いたら、いや、意外とね、その方がね、健康に、髪がね、伸びるんですよって。あらまあって。私、そのね、シャンプーね、使わないで、コンディショナーだけで頑張る うん、私ちょっと怖いなやっぱりシャンプーガスガスやりたいな、うん、でもねその人のねなんか私絶対ストレートパウマとか当ててるんじゃないかなとか思うぐらい綺麗だったのよね、うん、そう同じねロン毛同士ね会話をしました、うん、かっこよかったですよ でね、連れて行ってくれたねその電気屋さんのね照明照明屋さんね照明屋さんのねおじさんにねほんと楽しい時間ねあの作ってもらって私は本当に良かったと思いますねでそしてね私はね次ねあのねラッキーなことにオリオンビールさんとねあのサーバーをね契約してるじゃないですかそしたらねオリオンビールさんから冷蔵庫なんか うん。でやったーとか思ったんですけど私は巨大なね小,小冷蔵庫が欲しいってそんなのは無理ですって言われて小さめの小冷蔵庫分かりましたじゃあそれをくださいってでも私のお店にはね業務用のねグレーのねって 一回冷蔵庫があってなんかね私料理作るわけじゃないからこの巨大なグレーの冷蔵庫バーにそびえ立た,さ立たれててもちょっと嫌なんだけどなーとか思ってたらなんかねオリオンさんから連絡来て「あのね大きめの冷蔵庫しか今実はあのあ予定してたら冷蔵庫がちょっとあの不具合があって大きめの冷蔵庫になるんですけれどもいいですか?」って言われて。 何て言うんてだこれはすごいいいタイミングじゃないかってはいじゃあもうグレーの冷蔵庫も抜のけてくださいって大家さんに言ったんですねやったーと思ってこの巨大なグレーの冷蔵庫はなくなってオリオンさんから小冷蔵庫がねまあ程よいね大きさの小冷蔵庫が高いわよこれ買おうとしたら買えないと思っててそれがねあのね無料で続けてもらえるっていうことでね 呀，他。 はいはい、いかがだったでしょうかマイケル・ジャクソン Remember the time ねうんなんかね私の友達が常にねマイケル・ジャクソンを聞いていていつも聞いてるよねって言ったらね元気が出るからって言ってたんですよねなんかマイケルには励まされてるのよ私って言ってたからなるほどねと思って じゃあ私もマイケルねと思ってでうんそこのリメンバータイムのあのミュージックビデオがねまたね面白いなと思いましたねうん飽きないねでなんかやっぱりねマイケル・ジャクソンはかっこいいなと思いましたねいかがだったでしょうかはいそしてここでねメッセージが届いてますねこれはね あの、関西弁で行きましょうね。さきさん、こんばんは。今日は一日肌寒く、思い切って扇風機を片付け、ファンヒーターや灯油のストーブを一斉に押し入れから出しました。京都は秋というより、消灯という感じです。昨夜は主人と鍋をしました。 うちはコストを安く上げるために鶏ミンチでつくねを作り鍋にスプーンで落とします鶏ミンチは刻みネギや味噌やオイスターソースを混ぜ込みますくず切りや豆腐白菜えのきだけしめじあとしめに冷凍うどんは欠かせません食べ物をはっし,してしまいましたが咲さんは沖縄で美味しいものを食べてはりますか やっぱり早期そばは美味しいのでしょうか？また時間があったら聞かせてほしいです。京都よりはるみ姉さん。はい、ありがとうございます。うん。私、沖縄で、ね、今まだランニングランニングだから。このはるみ姉さんのメッセージを聞いて見て。 ファンヒーターや灯油のストーブを出したっていうのが、ああ、寒そうだわ、これからね、より寒くなっていく。なんか、沖縄、秋ってか、ない日が短くなっていってるから、もう冬に近づいてますよって、モンチさんに言われて、ね。そう言われればそうだわって。まあ、でも、まだ私、ランニングに短パンでいるから、 まだなんか夏気分のまんま <laughs> えでもいやもう夏は終わったのよ海には入れないわっていう感じですねうん京都はこれから寒くなるんじゃないですかねうんそしてお鍋をしたんですねいいですねなんか私もね鶏ミンチ私こんなね凝ってないですよはるみ姉さんのように 刻みネギや味噌やオイスターソースを混ぜ込みます私の鶏ミニチュアが鶏ガラのスープの元入れてうん忘れなければネギ一応刻むかなあと何入れたっけな分かんないもうその時の気分で卵を入れたりとかはんぺん入れてみたりとかしたけどなんかいつもなんかイマイチなのよねうんでね ました、ね、沖縄だから鍋を食べるということもほぼないですね。うん沖縄でねちょうどはるみ姉さんがねあの食べ物の話をしていたのと同時に今日は魔法の食事ということをお話ししたいと思いますね。えっ、ー、とね沖縄といえばソーキそばはおいしいのでしょうかって時々ね私一番初めに沖縄に来たばかりの時に食べてました。 食べたくなるんですよねで私が一番お気に入りなのがあのこの,あのパークアベニュー通りにあるねミッキー食堂でね「ゆし豆腐そば」って豆腐のなんかこうトロトロの豆腐が乗ったねあの沖縄そばおいしいんですよね。それに、ね、私はねピシャーって沖縄のあの辛い何なんだろうな唐辛子の液体みたいなの入れてね辛くして食べちゃう。 メキシコブームだっただけにね、今はね、もう辛いの大好きになっちゃって、ね、辛いのいっぱいかけて食べてますね。はい、メッセージ、ありがとうございます。ではね、これでね、うん、今日の、あー、中野町の和樹さんね、鍋の季節か、いいですねって、はるみねさん来てますね。え子、ー、ようこさん、今日、え、千葉も今日寒かったよ。今日から床暖房スイッチ入れた。 春まで入れっぱなしですはい「恒例グースですね」ってタイガーさんもメッセージくださってますねあのそうだそれだわそれ入れてましたあなんかあれもう早くない30分魔法の食べ物全然話してないの私じゃあね まあ、まず食べる前にね、その食べ物をね、じっと見てありがとうって思うことみたいです。うん。今度ね、えっ、ー、と、来週ね、時間があったらそれについて詳しくお話ししたいと思います。うん。ね、感謝の心があれば常に食事には困りません。はい。私もね、 食べる時、ね、感謝して食べなきゃいけないわ改めてそう思いました皆さんも感謝して、ね、家族みんなでねあの食事を囲んだ時いただきますってそしてごちそうさまでしたってもう一人でも言うことにし,しましょう <laughs> ね今日もね30分間ありがとうございますえー、先の引き寄せの法則えー、毎週、えー、月曜日夜10時ですあれ リーちゃんから感謝の気持ちはいそうですね何でも感謝するといいことがあるってねうん思いましたありがとうございます、えー、またね楽しい1週間を過ごしてくださいそして私もね引き寄せていってよりいくようにえっ、ー、と活動していきたいと思いますおやすみなさいお相手は私浦中咲でした